こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は eBay の送料設定の仕方について、サポートします。まず、このね、送料設定の画面まで来て戸惑うところはこのドメスティックシッピング。ここね、アメリカの eBay なら、アメリカ、オーストラリアの eBay ならオーストラリア、ドメスティックっていうのはね、その国、アメリカ、eBay ならアメリカ、オーストラリアならオーストラリアのことを言ってます。だから日本から送る場合はこのドメスティックシッピングはなしになります。で、インターナショナルシッピング、全部インターナショナルシッピングになりまして、でここで狙った国のですね、例えば、アメリカに売ろうと思ったんなら、まずアメリカで送料をゼロにしてください。500と入れてください。で、送料ゼロで送れる範囲に、チェックを入れると。で、送料追加でもらいたいってところは、またこれとは別に、送料設定を作ります。例えば、E パケットがね、オーストラリア通席できないから E パケットを、オーストラリアだけは EMS で送ると。そしたらね、オーストラリアだけは、ちょっと送料を高くしとくとか、ヨーロッパとオーストラリア一緒にしとくとかという形で設定します。ただほとんどの商品はですね、とりあえずオーストラリアで買いやすくした方が、売れることが多いです。オーストラリア住んでてね、つくづく思いますけど、この国は物が高くて品数が少ないんで、eBay を利用する人が非常に多いです。一方、アメリカ、ね、北アメリカの場合は、ネットショップもたくさんあるしね、Amazon も強いんで、それほどは、ね、eBay で売れないものが多いということで、アメリカ、アマゾンで売れない場合はね、オーストラリア中心のカタログ設定にして、お試しください。またこの画面の行き方にはね、行き方がわからないとか、あるいは国別の設定がわからないという場合は、また画面キャプチャーを添えてご質問ください。ご質問をお待ちしています。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。